皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。流行りが3つですね、続きやってまいりますが、定期的にね喉を痛めてしまうんですよね。なんででしょうね。夜遅くまでお酒とか飲んでるからかな。というわけでちょっと動画のね更新が飛び飛びになっちゃっているかと思うんですけれども、熱とかはなくてね、私は元気ですよ。喉がちょっとあれなだけでね。じゃあここね、選択肢どうしようかなっていうところやね。もうでも聞いてみようかなにすると、カリッジポイントが0になっちゃうから1ぐらい残しておきたいよね。ということで聞かないでよ。向こうから言ってくるかもしれんし。聞きかけた口を閉じると飴玉みたいに言葉をゴクンと飲み込む。やっぱりダメ、こんなこと聞けるわけないよ。あ、まるで迷子になったみたいに心細い気持ちでいると、ちーちゃんが向かい側の屋台に目を留めた。そこには小物やおもちゃを売っている、あ、そこは小物やおもちゃを売っている屋台だった。店番をしているおじさんはお祭りだというのに呼び込みもせず、黙ってタバコをふかしている。かごめちゃん、今あそこで何か光ったの。さっきまでの悲しげな様子とは変わって、ちーちゃんは私の浴衣の裾を引っ張って屋台に近づいていく。周りには大勢の人がいるのに、この屋台には私とちーちゃんしかお客はいない。誰も見向きもしないで通り過ぎていく。これが光ったの。ちーちゃんが指さしたのは指輪だった。全く同じ形をした2つの指輪だ。銀色のリングにビー玉くらいの大きさのガラス玉がはめ込んである。そしてそのガラス玉の中には黄色い星が描かれている。ちーちゃんと私が指輪に見入っていると、突然おじさんが話しかけてきた。同じに見えるか。うん。私がうなずくとおじさんはちょっと目を細めた。もしかしたら笑ったのかもしれない。同じに見えるだろう。でも違うんだよ。おじさんはビールの空き缶にタバコの吸い殻を突っ込んだ。見ててみな。おじさんは自分の左右の小指にそれぞれ指輪をはめた。おじさん渋いね。じっと見つめる私とちーちゃんの前でびっくりするようなことが起きた。色が変わったね。右の指輪の星が赤色に、左は青色に変わったのだ。うわあ、私はびっくりして叫んだ。どうして？ねえおじさん、どうして？騒ぎ立てる私とは対照的に、ちーちゃんは真顔で指輪の変化を見つめていた。すごいすごい。すごいだろう。これは色が変わる指輪なんだ。こっちは赤、こっちは青ってな。こんな指輪、今までだって見たことない。魔法みたい。魔法なんだよ。今度はにやりとはっきり笑って、おじさんは指輪を元の位置に戻した。ちーちゃんはそれをまばたきもせずに見つめながらつぶやいた。赤と青、私とかごめちゃんの色だ。そうだ、私は赤い浴衣、ちーちゃんは青い浴衣、今日の二人と同じ色の指輪。そう気づいたら私はもう我慢できなかった。おじさん、これください。二つとも。お、よく見りゃ鴨泉のお嬢さんじゃないか。おじさんは大人たちが私を見てよくする笑い、寝踏みするような笑いを浮かべながら私をじろじろ眺めている。気持ち悪かったけど、でも今はそんなこと気にしている場合じゃなかった。こんなに必死で、こんなに何かが欲しかったことなんて初めてだ。お願いおじさん、お小遣い全部あげるから、その指輪売ってください。指輪の値段がいくらかなんて知らなかった。ただ、ちーちゃんとお揃いの指輪がどうしても欲しかった。それがあれば、会えない時でもちーちゃんが私のことを思い出してくれるんじゃないかって、そう思えたから。ほう、お小遣い全部ね。おじさんが口笛を吹いた。もしかして私のお小遣いじゃ足りないのかもしれない。それでも私は焦って巾着袋からお財布を引っ張り出す。
逆さまにしてお小遣いの全部を手のひらに乗せて差し出した。これで買えますか？いいのかい？全部使っちまったらもう綿飴もラムネも買えないぜ。カゴメちゃんダメだよ。私お金持ってない。そうだ、お小遣いを持っているのは私だけで、ちーちゃんはお金を持っていないんだっけ。私は手のひらにあるお小遣いをじっと見つめると、それとちーちゃんの顔を見比べる。もしここで指輪を買ったら、もうカルメ焼きも食べられないし、ヨーヨー風船もやれなくなってしまう。けれどやっぱりちーちゃんとの思い出になるものは欲しい。ぬいぐるみはダメだったけど、これなら受け取ってくれるかもしれない。私はそう思うと手の中でお小遣いを握りしめる。やっぱり買おう。ダメ、他にちーちゃんが喜んでくれるものなんてないし、やっぱり買わなくっちゃ。ちーちゃんが浴衣の裾を引っ張ったけど、私は負けなかった。おじさんにずいっとお小遣いを乗せた手を差し出す。本当に買うのかい？後でお金返してって言っても聞かないぜ。いいの、このお小遣いはおばあちゃんがお祭りだからってくれたんだから、好きに使っていいの。へえ、そうかい。おじさんは私からお金を全部受け取ると、指輪を2つ紙袋に入れた。ほらよ、お嬢さん、もう1つの指輪はお嬢さんのいい人にあげるんだね。お小遣い全部でさ、足らないような値段の指輪やったんかな。いや、私おじさんさ、まあそうは言うけど、ちーちゃんとのやりとり見てるからさ、まあただとはちょっと言わんけどさ、子供の教育上のあれもあるから、ちょっとおまけしてさ、まあ、100円ぐらいだけ残して取るとかさ、そういうちょっと粋な計らいするのかなと思ったけど、まあでも普通にお金全部もらっても足らんぐらいの値段の指輪やったんやとしたら、それはね、おじさんの優しさやけど。おじさんはいやらしく笑った。その視線にさらされていると自分が汚れるようで、私はちーちゃんと一緒に神社の片隅、お稲荷さんの方へと急ぐ。祭り囃子からもソースの焦げる匂いからも遠ざかったお稲荷さんの前で、私は胸に抱いた紙袋から指輪を取り出し、ちーちゃんに手渡す。これちーちゃんの。ありがとう。ちーちゃんは嬉しそうに笑った。ずっとずっと大事にしようね、ちーちゃん。うん、絶対なくさない。宝物だもんね。二人でうなずきながら、一斉のお出で一緒に指輪をはめた。初めての指輪は私を少しだけ大人にしてくれるような気がしてくすぐったい。ちーちゃんの指で指輪は青く、私の指で指輪は赤く、それぞれうっすらと光った。なんやろね、体温で色が変わるみたいなあれかな。空に散らばる星に並べるように私は指輪を夜空に掲げる。遠くで輝く金星よりも私たちの指輪はキラキラ光っていた。カゴメちゃん、この指輪大人になっても持っててね。うん、絶対なくさないよ。だってこれは私の大事な大事な宝物だから。同じように指輪を掲げたちーちゃんが振り返る。約束だよ。満天の星空の下で私とちーちゃんは指切り幻満をした。ちーちゃんの指輪やっぱり冷たかった。少し風が冷たくなってきたようだ。私は目を開けて自分の指を見つめた。いい人って恋人って意味よね。あの頃は仲のいい人のことだと思っていた。すれていると散々言われた私だけれど、幼い頃にはそれなりの可愛げがあったのだ。それと引き換えに手にしたものは一体何だったのだろう。今私の指にも指輪ははまっている。無論お祭りの屋台で買ったものではない。2年前休暇で行ったイタリアで買ったものだ。宝石も何もついていないプラチナのシンプルなリング。こんなもの好きじゃないんだけど。
それでも身につけているのはマニキュアを欠かさないのと同じ理由だ。自分が大人であることの印みたいなものだ。人に与えたい鴨泉かごめのイメージに外見を近づけていくための小道具に過ぎない。だからこの指輪をなくしたところで何の未練もありはしない。決して安くはない。いや、むしろ高級品の部類に入るものだというのに、ありったけのお小遣いをはたいて買ったおもちゃの指輪の方がよっぽど嬉しかった。なぜだろう、あんなチャチな指輪。まだ持ってんのかな。脆くてすぐに壊れてしまいそうだった二つの指輪。色が変わる仕掛けだって、種を明かせば単純なものだ。体温や温度によって変色する、特殊な染料を使っているに過ぎない。でもあの頃はそれが魔法だと信じていた。今になってどうしてこんなに懐かしく思い出すのだろう。あの指輪は結局二つともなくなってしまった。二つとも？私はふと顔を上げた。夕焼けの赤と夜の青とで、空は二色に分かれている。まだ景色が見える程度の明るさはある。私は立ち上がり、茂みをかき分けて歩き出した。もうこれちょっと、人里の方に行かないと危ないんじゃないの？バス停もね、なかったみたいやし。この道をたどるのは十数年ぶりなのに、私は迷うことなく奥へ奥へと進んでいった。まだあれがあるとは思えなかったけど、なくなっているならそれでもよかった。いや、なくなっていればいいとさえ思っていた。なのに。え、なにこれ。まだあったのね。だってあれから何年経っている。小さな洞窟は昔のまま、ぽっかりと口を開けていた。とっくに埋められただろうと思っていたのに。本当はこんなに小さかったのね。今見るとそれほどでもなかった。私はかがんで中を覗き込んだ。洞窟から流れてくる空気は湿気を含んでいて冷たい。この風はあの頃と同じだ。湿った風が頬や髪をくすぐる。涙がこぼれそうで私は固く目を閉じた。母屋から離れた中庭のお気に入りの庭石に座って私はちいちゃんを待っていた。今日お人形はお留守番。代わりに私の指には夏祭りの屋台で買ったちいちゃんとお揃いの指輪がある。何度見ても飽きることはない。私とちいちゃんだけの宝物なんだから。これでもお父様に見つかったら取り上げられそうやね。かごめちゃん。今日も不意にちいちゃんは現れた。ちいちゃんの指には指輪がある。お互いそれを確認してふふっと笑った。ちいちゃん今日は何して遊ぶ？昨日の指輪のお礼にいいところに連れてってあげる。いいところ？今度はどんないいところ？着くまで内緒。行こうかごめちゃん。繋いだちいちゃんの手は今日も冷たい。指輪にはまったガラス玉みたい。でもそれは嫌な冷たさじゃなかった。悲しいことや嫌な気持ちまでちいちゃんのひんやり気持ちいい手は吸い取ってくれるみたいだったから。うん、行こう。ちいちゃんは不思議な女の子だ。この村に越してきたのは最近のことのはずなのに、私よりこの辺りのことに詳しい。確かに私は山のことはよく知らないけど、村のことなら誰がどこの家の誰々さんだとか、そういうことならよく知っている。私はこの村以外知らない。それに記憶力もいい方だった。だからちいちゃんが前からこの村にいたわけじゃないってことは私が一番よく知っている。それなのに、ちいちゃんはこの村や山々を泳ぐように自由に駆け巡る。まるで昔から知っているみたいに。でも私はそんなちいちゃんが大好きだった。
ちいちゃんと私は手をつないで茂みをかき分けながら山道を走った。ここだよ。あ、この洞窟？ちいちゃんが連れてきてくれたのは洞窟だった。見て、中は人が住めるくらい広いんだよ。本当？私は恐る恐る中を覗き込んだ。うわぁ、私たちぐらいの子供なら4人は楽々入れるだろう。私の声が洞窟の中でワンワンと響いている。多分ここ、防空壕だったんじゃないかな。ちいちゃんが静かに言った。防空壕って戦争の時に作った？うん。敵に見つからないように、死なないように、身を潜めていたんだよ、きっと。死なないように。そう、死なないように。洞窟の奥の闇を見つめるちいちゃんの横顔は、なんだかとっても悲しそうだった。この防空壕で死んでしまった人たちのことを考えているのかもしれない。ここに身を隠した人たちはみんな助かったんだろうか、それとも死んでしまったんだろうか。助かるにしても死んでしまうにしても、一人ぼっちじゃなかったらいいなと思う。こんな真っ暗なところで一人ぼっちで死んでいくなんて悲しすぎる。そんなの私は絶対に嫌だ。カゴメちゃん、ここ私だけの秘密の場所だったの。じゃあ今日からは私たちの秘密の場所だね。ちいちゃんは笑ってうなずいた。私も笑った。ちいちゃんと私だけの秘密。それでも私は二人だけの秘密というのが嬉しくて、はしゃぐようにスキップをしてしまう。ん？え？突然何かが足首に引っかかって思わず転びそうになってしまう。見るとボロボロのささくれたロープがぐるぐる巻きになって落ちている。このロープを使えば洞窟の奥まで行けるかもしれない。そうすればもっともっとちいちゃんとの秘密の場所が見つかるかもしれない。ねちいちゃん。え？ちいちゃんに声をかけようとすると、洞窟から流れるひんやりした風が頬をかすめる。それがなんだか防空壕で死んじゃった人たちの叫び声に聞こえて、自然と足が震えてきてしまう。もしここに入って死んじゃった人たちのお化けが出たらどうしよう。ちいちゃんのことだからロープを見つけたら奥に入りたいって言うだろうし。でもちいちゃんの秘密の場所ってさ、ちいちゃん中に入ったことあるから言ってるんじゃなくって？わあ、もうこれほらポイントが1しか残ってないから、やっぱり言うのはやめようかな。本当にお化けが出そうな気がするし。あ、見て見て、こんなに長いロープが落ちてる。ほら、見つかったわ。私がそーっとロープから離れると、今度はちいちゃんがそれに気がつき、ひょいと拾い上げてしまった。ちいちゃん、そんなの拾ったら汚いよ。ねえ、このロープを伝って奥まで探検してみようよ。え、でも。ちいちゃんのひまわりみたいな笑顔を見ると、何も言い返せなくなってしまう。だから見つけて欲しくなかったのに。どうしたの、かごめちゃん。顔が青くなってるけど。だってここってお化けが出そうだし、なんだか怖くて。なんだ、そんなの私がついてれば怖くないよ。本当？ずっとそばにいてくれる？うん。ちいちゃんがぎゅって手を握ってくれると、私の中から怖い気持ちがスッと抜けていく。いつでもこうやって励ましてくれて、やっぱりちいちゃんって頼りになるなぁ。じゃあ行こっか。ちいちゃんがロープの端を立ち木の根元に縛り付けると、私たちはお互いの手を握りしめて、洞窟の奥へと入っていった。風の音が死んだ人の声みたいで怖かったけど、それよりもちいちゃんとの秘密が増えることに、私の胸はドキドキなっていた。暗いね。ちいちゃん転ばないように気をつけてね。防空壕ってそんなに広いの？大丈夫、ちいちゃん。
その時、真っ暗だった洞窟の中にオレンジの光がついた。何これ？懐中電灯が落ちてたみたい。それを私が蹴ったからたまたまついたのかな。ちーちゃんの手には錆びた懐中電灯が握られている。大きさの割には力が弱いけど、さっきまでの真っ暗闇に比べれば何倍もマシだ。電気がつくってことは今も出入りしている人がいるってことじゃないの？懐中電灯が落ちてたってことは、やっぱりここは防空壕だったのかな。どうかな、戦争なんかしてた頃は懐中電灯もなかったんじゃないかな。ふーん。私はちーちゃんの真似をしただけで、本当は防空壕がどんなものなのか、それが必要だった時代はどんなだったのか、実際にはよく分かっていなかった。ただ洞窟の中に自分がいるという興奮と、ここが私とちーちゃんだけの秘密の場所というのが嬉しかったのだ。かごめちゃん見て、石が椅子みたいに並んでる。懐中電灯を向けた先で洞窟は行き止まりになっていて、そこには平らな石が横一列に並んでいた。座ろうか。怖いね。誰か住んでるんじゃん、ここ。促されるまま、私はちーちゃんの左横の石に腰掛けた。静か。そんなに奥まで来たつもりはないけど、外の音は全く聞こえない。私の声が洞窟の中で反響するのがちょっと面白かった。ちーちゃん、洞窟の中ってひんやりして気持ちいいね。そうだね。洞窟の中で私の声はいつもより大きく聞こえるようなのに、じいちゃんの声は頼りない。消える寸前のろうそくみたいだ。それになんだか元気もないように見える。急にどうしたんだろう。洞窟に入る前はあんなに元気だったのに。こんな時どうすればちいちゃんは元気になるんだろう。指輪を電灯に当てるかな。そうだ、ちーちゃん指輪持ってきてるよね。うん、ちゃんとここにあるよ。二人の指にはお祭りで買ったお揃いの指輪がはめられている。初めて見た時、魔法みたいにキラキラ輝いていた指輪。あの光ならきっとちーちゃんを元気づけてあげられる。そう思うと私は懐中電灯の前でペタンと座り込む。かごめちゃん、そんなことすると周りが暗くなっちゃうよ。いいから来てみて、ちーちゃん。見せたいものがあるんだ。見せたいもの？ちーちゃんは石の椅子から立ち上がると、私の横にペタンと座る。どうしたの？そんなに指を押さえて。もしかして痛いの？うん、違うよ。ほら。隠した手の甲をちーちゃんの前でパッと開けると、指輪のついた宝石が真夏の海みたいにキラキラと輝き出す。わあ、綺麗。でしょ？こうやって光を当てる角度を変えるともっとキラキラするんだよ。面白いね。私のでもできるかな？きっとできるよ。ちーちゃんもやってみて。指輪に反射させてんの？ちーちゃんは懐中電灯に指輪をかざすと、べっこ飴みたいに光るそれをうっとりと眺める。よかった。なんだか少し元気になったみたいだね。かごめちゃん、心配してくれてたの？当たり前だよ。私たちその、お友達でしょ？うん、そうだね。心のどこかで期待していた答えを聞いて、無性に嬉しさがこみ上げてくる。本当によかった。ちーちゃんがしょんぼりしていると、私まで元気がなくなってしまう。ねえ、ちーちゃん。は、え？不意にちーちゃんが手にしていた懐中電灯が消えてしまった。洞窟は闇一色。その中に防空壕で死んでしまった人たちの幽霊がいるような気がして、私はちーちゃんの手を必死で掴んだ。この手を離したらもうここから出られないんじゃないかと思って。怖くなんかないよ、かごめちゃん。でも懐中電灯が。
ちいちゃんは私の手を強く握ってくれる。この中に落ちていた古い懐中電灯だもん。今までついていたのが不思議だったんだよ。それに明かりがなくったって、ロープがあれば戻れるよ。落ち着き払ったちいちゃんの声で私も思い出した。そうだ、ロープだ。あれを辿っていけば、ちゃんと迷わず出口まで戻れる。だけど、さっきまでロープを掴んでいた左手は、今ちいちゃんの腕をしっかり握りしめている。慌てて手や足で当てつっぽうに探してみたけど、ロープはどこにも見つからない。かといって、方々を動いて探すのも心細くてできなかった。ちいちゃんどうしよう。びっくりしてロープ落としちゃった。どうしよう、これじゃ道がわからない。帰れなくなっちゃうよ。大丈夫だよ。ちいちゃんは私の手をぎゅっと握っていった。なんで大丈夫なの？私のせいでここから出られなくなったら、心配しないで。でも何も見えないよ。どっちに行ったらいいかわかんない。そうだ。もしロープが見つからなければ、私たちはここから出られなくなってしまう。どこからか吹き抜ける風が、防空壕で死んでしまった人たちの声に聞こえて、私は思いっきり耳を塞ぐ。ちいちゃんとはずっと一緒にいたいけど、こんな真っ暗なところで過ごすなんて嫌だ。きっと誰も助けてなんてくれないし、私が何とかしないと。でもどうしたらいいんだろう。そうやね、一回懐中電灯の電池を抜いて、多分二つ三つ入ってると思うから、電池の順番並び替えて入れてみよう。そうだ、もう一回蹴ればまた明るくなるんじゃないかな。何度も地面を踏んで懐中電灯を確認すると、私は思いっきりそれを蹴っ飛ばす。けれど、ガランガランと電灯が転がる音が聞こえるばかりで、明かりはもうついてくれない。なんで蹴んの？結構電池入れ替えたらさ、つくことあるやん。やっぱりダメだ。もう中の電池がなくなっちゃったのかな。電灯もついてくれなくて、ロープも見つからない。やがてあたりがシーンと静まり返ると、この洞窟みたいに真っ暗な不安がズブズブと湧き上がってくる。ねえちいちゃん、このまま迷子になったらどうしよう。大丈夫だよ、私がついてるから。でも私がロープを離さなければこんなことに。ならなかったのにと言おうとして、喉の奥に言葉を詰まらせてしまう。私のせいだ。ロープを離しちゃダメって分かってたのに、それでもちいちゃんを困らせて。もしこのままずっと帰れなかったら。心配しないで、カゴメちゃんは私が守るから。私の手を握りしめるちいちゃんの手は冷たい。でも不思議と安心できる手だった。不安な気持ちや心細さをひんやり冷やして落ち着かせてくれる魔法みたいな手。行こうカゴメちゃん、私暗いところ慣れてるから道わかるよ。慣れてるからって、暗いところ慣れてるの？私の手を引くちいちゃんはそれには答えず、どんどん先へと進んでいく。カゴメちゃん、私の手離さないで。もちろんと私は思った。うんって何度もうなずいて、ちいちゃんの手を痛いくらい握りしめる。ちいちゃんはまるで明るい道を歩くのと同じように、暗い道をスイスイと歩いていった。どうして、お星様もお月様もなくて、夜よりも真っ暗なのに道がわかるの？それに、私はこんなに怖いのに、ちいちゃんはどうして平気なの？いつも勇気があるなと思ってたけど、怖くないの？たくさんの疑問が私の中で風船みたいに膨らんでくる。怒るかもしれないけど聞いてみようかな。ちいちゃんから言ってくれることを、待って、いい時間かな。一旦ここで切ろうかな。多分聞けないを選ぶと思うけどね。